さんで使います。一組のカードの中の黒い金を使ってちょっとマジックやってみたいと思います。まずは、クラブの金と、次にスペードの金ですね。で確かに、デックの中に入っていまして、1枚ずつしかないことを確認していただきます。間違いないですね。では、今の黒いキング以外で一つお好きなカードを決めていただきたいと思いますが、どうですか。はい、はい、ハートの8ですね。では、カードはこのままに。そうしましたら、ペンをちょっと使いたいんですけども、ここがそうですね。ではサインをしていただきます。では、お客様にもしっかり混ぜていただきましたけども、私もちゃんと混ぜたいと思います。ぐちゃぐちゃに混ぜていきます。ではカードを好きなところでカットしていただけますか。はい、ではサインカードは中に入れてしまいます。裏から見てもこの黄色い点がどこにあるのかわからない状況ですけれども、今お客様のカードの上の方にありますか。ないですね。ではこの下側の方にはどうでしょう。こちらにもないですね。ということは、この真ん中あたりのどこかに確実にあるというわけなんですけれども、さらにちょっとカードがあると思います。では初めに2枚の黒いキングを使うと言いましたけれども、その2枚のキングがお客様のカードを探し当てます。どういうことか広げてみると、なんと2枚の黒いキングはお客様の選んだカードを挟んだ状態で現れます。